お前が寝るまで皆さんこんばんは上坂すみれのお前が寝るまでパーソナリティーの上坂すみれですお前ら楽しみに起きてたかということで12月30日の土曜日大晦日イブのお前が寝るまでが始まりましたぞいということで、えー、年末ですよいかがお過ごしですかなんかなんかしながら見てるのいや何もしないで見てるとしたらなんかしてくれよ なんか <laughs> ながらで聞いてよこんんなもん今そんなのに集中してる時間じゃないよ本当になんか飲むとかあとすごく掃除するとか私さ12年ぶりぐらいに掃除機を買い替えたんですよあのダイソンからダイソンに <laughs> いやあのね私声優デビューして間もなく すごい頑張って一生懸命買ったダイソンだったから別れるの名残惜しかったんですけどどうも10秒ぐらいですなんか切れちゃうようになったからバッテリーがうーんって感じになっちゃったから買い替えたんですけどいいですねダイソンそう私はきっと大掃除とかしたりそれからあと何してるかな鍋とか食べてると思いますよはいまあね忘年会も今年はね復活していっぱいね 忘年会して最高や女性性でうと毎日毎日忘年会最高やんねはい楽しいよそしてねあのまあ来年の話をするえそれ来年の話すると鬼が笑うんじゃないえ大丈夫えそんなのありませんでした来年の話をすると 鬼が悪わうけど大丈夫そうみたいなやつ <laughs> <laughs> 大丈夫そうみたいなやつ <laughs> でもみんな来年のスケジュールの話してるからいいよねもう一応ちょっとあなたがまあ鬼っていう過程で話しますけどあの来年2月 <laughs> 7日水曜日にリリースがありましてねえー15枚目のシングルデュアパンタレイの、えー 先行配信とミュージックビデオがこちらね1月も5日金曜日にもう公開されちゃうということで、えー、こちらをですねぜひ年明けのお楽しみにしていただければなと思います面白かった笑ったかな笑って、はいえー、そしてその翌日1月6日にはおまねるの生配信お正月特番もございますこちらもお楽しみに わもうやめてよ仕事始めぐらいのなんか気持ちになるじゃう <laughs> そっか仕事始まるなまあでも2024年もねおマネルあるぞっていうことですしあとあれあ2000このお正月特番であの酒ガチャが来るのかなまあそれはまあいいか。 それはお楽しみでという方なんだけど、楽しみだなはい。ぁ、まあ。さて、前半はこちらの企画を行います。2023年スミペ的ニュースベスト 3! イエーイツアーもあったり、様々な作品やイベントに出演したり、たくさんのゲスト様が番組に来てくださった、そんな2023年なんですけれども、 私的な今年の思い出に残る出来事ニュースのベスト3をご紹介していきますちなみに去年のベスト3は1位「うるせえやつら」2位「舞台とか」3位「土井善晴先生の味噌汁」でした確かに良かったな味噌汁は, <laughs> 噌汁は何ですかいやーすごい思い出深いことばかりですねやっぱうるせえやつらね来年の1月からも始まりますし第2シーズンがね そしてえ舞台って2022年うわ。あ、なんか頑張ったな。頑張ったし、周りの方がね。本当に優しいし、あのこうやっぱね。こう舞台きっかけで七海さんとかもこう仲良くしていただけるようになりましたし、土井先生の味噌汁はマジでうまい <laughs> 土井先生の味噌汁、本当発見だと思いますよ。あのなんかさ一杯分の味噌汁が作れるんだよ。 詳しくは見てね。はい。これは重要なエポックメイキングですから。はい。じゃあ、今年も見ていこうはーい。えー、第3位は何かな第3位はこれだででーん肝臓元気これ朗報ですよね。やっぱ土井先生の味噌汁からの伏線だと思うんですけど。はい。 ね、土井先生の味噌汁を一年間食べ続けた結果、これ肝臓元気になり、このような乱れた食生活、乱れた生活リズム、あの、暴飲、暴食、それからなんかこう、仕事環境もバラバラ、そんなこう、あの、睡眠スコアの低い私でも土井先生の味噌汁を飲むことで肝臓が元気になったということで、よかったですね。おめでとうございます。私、今年めっちゃね、 健康診断良かったですから、それはあの毎年ね。かけるように頑張ろう。はい、そして第2位はレベル10周年とかおめでとうございます。ね、はいね。もう本当にアーティストデビュー10周年ですか？迎えられたということで、立川でのライブもあったり、それからね。いろんなフェスに今年えアニエラアニ様。 異次元、まあ、異次元はね「あの合います」ですけど「とかウマ娘」も出たしあと「うつフェス」とかそれから「バトルロイヤル」も出たしあとあ「超次元」もありましたしあとあ「リスアニもありましたね。えそれからえっと夏も「超次元」があったしえそれからあともっとあった。 気がするもっっっっとととああるよなもっとあったよな、ね、なもっと遠征したもん、ね、ももたたねねみんんしうイベントとにかくいっぱいあったんですけれどもあの今年はねもうじゃんじゃんこうイベントに出れるぞーっていうことでもう本当に毎週楽しく過ごしましたしこうね生放送もいっぱいあったし作品もいっぱい出れてねなんかこうなんか10年がこう。 なんか10年続けてゴールじゃなくて10年これからこれからって思えるようなこう2023年になったんじゃないかなっていうのがすごく前向きな第2位でございましたそして第1位これはもう本当にね31年間の優勝かもしれません。31年間で一番嬉ししかったたこと起きましたはい ええー、ザコシショウさんに会えたこと。<laughs> 嬉しいよ、嬉しすぎる。本当にね、ハリウッドザコシショウ様に認知されていたという大事件が起きました。私、あの、いや、驚いたんです。まずね、あの、上村あかり様に認知された時も、肝が冷えましたし、肝が冷えたっていうか、肝がもう、 フリーズドライみたいな。<laughs> パーンって。粉になっちゃったのよ。びっくりしすぎて。肝が <laughs>。でも、それと同じぐらいのフリーズドライしましたよ。粉末に。心が粉末になっちゃった。いや、だってさ、お弁当を選んでる雑魚師匠様に話しかけて、もうスミペやん。って言われたらさ、どうじゃあ、置き換えよ。あの、今ピンときてないあなた。 じゃあ,あのまあ私がお弁当を選んでてあの同志があのこうあのなんか私に話しかけてきてくれて「何とかやん何とかやん!」って言うかええやんええやん!えやん」っ <laughs> てバレットクラブの T シャツ着たスイーペにこうねでこう。 でもまあ私ならやるか <laughs> 私ならやるか <laughs> 私は多分やりますねあの食堂とかで会ったらあの多分そんな感じなんですけどでもなんかやっぱ推しが気さくだったこんなえっっていうか生きてたのって。 え、あの宇宙福山って実在したんだって福<山>宇宙福山の方ですよね <laughs> 嬉しいって <laughs> はいそんな感じではいやっぱりねこうすごくいろんなことが起こった1年でしたねいやー最高ですもう私はこ,この素晴らしい10周年イヤーを忘れることはないでしょう <laughs> <laughs> 本当におめでとうございます えー、来年はねどんなベスト3になるのか来年もかけたらいいなと思います番組的にもロケとか楽しいことができたらいいですね <laughs> <laughs> ロケロケしましょうねみたいなことはなんかちらほら言ったり誰がですか？大人が <laughs> 私の知らないところで <laughs> 言ってよ <laughs> え。 え行きたいんですよ。え去年だってあのすごいこう土砂降り山梨ロケそうです、ね、しました。山梨ロケあれも楽しかったですけど、やっぱこうねあの今度は晴れてるロケも行きたいですし、<laughs> いやでも包丁がめちゃくちゃ美味しかった。あのこう包丁屋さんで買っためちゃめちゃ辛い薬味うん、うん、あれがね本当に。 美味しくてねあっという間に使い切っちゃったなだからまたなんか辛いもの食べに行きたい <laughs> 辛いものがあるとこがいいな辛いものがあって晴れてるとこだったらどこでも薬払いみたいな薬払いを上坂さんがしたいなみたいなリクエストはしててそろそろ薬年え私薬年なんですかえそして私はもう忘れてると忘れてる,れてる <laughs> 私は言って忘れてるっていうことですか えー、でもいや私そのなんかその原活を全然言うててでできてないんですよね占いもろくにいかないこうなんか初詣も決まったところはないなんかこうとにかくなんか信仰心が薄いというかだからもうちょっとこのねあの敬意を持って。 自分の小読みに接したいですけどね。数えて三十三の年なので、はい。今年が翻訳でした。でした。あれ？え？終わった？三年が翻訳だったので、終了。来年が後役になります。えでもも良くない後役なんでか。もうだってえそれデイデイツーみたいなことでしょう。デイツーでしょ？デもう段取りわかってるから。段取りわかってるから別に良くない？ もう今年が役年だっうん教えてよ教え <laughs> てよなんかちょっと全然何もなかったじゃんよかったよかったえー、今年な,なんかあった大変なことあでもすごい今年あのメロウ君にめちゃめちゃ引っかかれた傷が足にいっぱい <laughs> ちょっと傷の治りが遅かったですねこれが翻訳かもしれないあと夏に二回転んで今も膝に二箇所 あの痛そうな,な,んかなんかこう跡があるんだけどだからマッサージ屋さんとか行くと「ここ大丈夫?」って言われるけどでもあのそのぐらいかなだから転んだとはちょっと落ち込んだけどなんかそのぐらいかな 私は元気です <laughs> 私は元気です <laughs> はいなのでまあ来年はでもまあ厄払いはなんかちょっとなんかちょっとなんか,旬すぎちゃってるから、まあ、微妙いっすねまあもし時間があったら厄払いも視野に入れつつロケは行きたいと思っています。 はい楽しみだなではここで曲に行きましょうおまんねるでお届けするのは初です聴いてください上坂すみれで「ディア・パンタレイ」。 前が寝るまで。聞いていただいたのは、上坂すみれでディアンパンタレイでした <laughs>。ちょっと <laughs>。さっきめちゃめちゃ怖い画像見せられちゃった <laughs>。えー、こちらはですね、1月から、いやいや、放送のテレビアニメシャーマンキングフラワーのエンディングテーマでございます。よろしくお願いします。 僕でお知らせです上坂すみれ15枚目のシングル「ディアパンタレーが年2月七日水曜日に発売決定です現在予約受付中表題曲は2024年1月にスタートするテレビアニメ「シャーマンギング・フラワーズ」のエンディングテーマそして「ディアパンタレーの先行配信は1月5日金曜日0時 MV の公開は21時からです えー、そして上坂すみれアーティスト10周年記念グッズ第2弾がキンクリ堂にて販売中、えー、そしてキングスーパーライブ2 0 2 4の開催が来年5月に決定会場は K アリーナ現在チケット選考も受付中その他の最新情報は公式ホームページや SNS をチェックしてくださいここでスミペ大予言の発表です日曜日から1週間運がいいなお前だはい え自分厄年だったんですか？<laughs> 私私私皆さんよいよよ,いよ私よねはいねなんかさメルメールとか来ればよくない今年厄年ですよって <laughs> 知らなかったなもうちょっと厄年味わいたかったよねなんかはい えさて後半はこのコーナーです必殺お真似人捨てるかどうか迷っているものや捨てられない思い出を同志に代わってお真似人の上坂門戸すみれがとっぽくポイッソルを決めるコーナーです今年の仕分けは今年のうちに採用された方には番組ステッカーをプレゼントしますじゃあえー、東京都人生設計さんからの依頼私が捨てるのを迷っているのは XXL の服です欲望の赴くままにぼんやり生きていたら太ってしまい 3XL 体型になってしまいましたまあそのうち痩せるしーと思って取っておきましたがむしろ 4XL に突入しそうな勢いです内心も痩せないんだろうなということはわかっているんですが本当は痩せたいんです本当です信じてください 追伸グッズで 4XL の T シャツも用意していただけたら嬉しいですえモンドさ 4XL の縮尺分かってないんだけどすみ <laughs> ペのグッズってさ XXL のグッズは存在してるのかなでも XL ぐらいえっちょっと分かんない待ってえ、何サイズですかこれ僕がででキロぐらいで、はい XL で着てますよ。百八十七センチ九十キロの男性は XL、うん、ってことはそれの三倍ってこと？三 <laughs> 倍<は>？え？三倍でかそれの t w サイズでツーサイズじゃあふ二回り大きい？そう。へえ。百キロ超えてるかもしれないですね。なるほど。でもやっぱりさ世間的に百キロをさ。 超えた体型を維持するのは才能っていう噂を聞くからなかなかできることじゃないと思うんです。<laughs> おめでとう。えー、でもほら、えー、4XL の T シャツって私着たらもうこれビローンってなっちゃうのかな。でかすぎる。えー、でもそうだなー。 XXL にはもう戻らないんだったらもうポイッする <laughs> ポイするそれかフリーマーケットする <laughs> えー、でも頑張れば痩せるんじゃない頑張れば今日から今日でもお正月かやめとくか <laughs> お正月にさ食べないのはちょっとさ辛いよねなんかこうせっかく働いてきたのになんか頑張ってきたのにさ じゃあ一回ポイする。カ回ポイして痩せたら顔おうね。よくポイする。はい大丈夫です。えー、次福井県のうるせいごさん十四歳男子からの依頼です。すみぺさんこんばんはこんばんは。僕がしてるか迷っているものは小学校の時に好きな子からもらった指輪です。え？お守り代わりにしているのですが。 小学校の時のものなので今の自分の指には入らないためどうしようか迷っていますえめちゃくちゃおシャレな小学生だったんですね小学校の子って指輪とか渡すのえ大人だねええな、ななんだえどういう…あ。 わかんないわかんないわた私の辞書にないあーあああわかんないよ <laughs> 全くイメージできないなんだ何え,え何の指輪もらったティファニー <laughs> ティファニーとか4度ーとかですかえ何でもわかんないどういう光景小学生って指輪とか買ってるの ちょっとお金持ちだねえそれともなんかあれかなあのなんかあのわかんないわ <laughs> かんないごめんわかんないのよ私わかんないのよ <laughs> えでも自分のさ指に入らなくてもお守りだったらさ持ってったらよくないですかなんかこう袋に詰めて <laughs> なんかこうだ 壊れたらいけないからあのなんかこう大事大事な物入れみたいなのに入れといてこうなんかこう時々ね眺めたりほらお財布とかに入れたらあとなんかパスケースとかに入れてたらなくさないで持ち歩けるからいいんだと思うんですけどえでもどうしようでもうるせえいごさんがモテモテボーイで「何よこの指輪!」ってなったら。 誰のどのどの指輪こ何よみたいになるの分かんないどういう状況のぶ物件なのか分かんない <laughs> この物件がどのようなものなのか <laughs> ちょっと判断しかねるんだけどあのでも大事なものだなって思ってるうちは取っトくでいいと思うんだよね。はい 4XL の方がい,い 4XL の指輪にした方がいい <laughs> 指輪指輪 XXL ちょっとごめんね何にも分かんなかったけど大事なものは取っといて後悔することはないと思いますよ。ということでごめんね問答が無知でさ。<laughs> えーと次岡山県の仮面議長さんからの依頼です。 もう10年以上前に好きだった人とご飯を食べに行った時私がおごったレシートが捨てられません <laughs> なんか今ではその方も結婚されてお子さんもいますが大事な思い出としてとっとくボイスルスミペが決めてくださいいらなくない <laughs> いやでもレ,レシートでしょレシートってさ陥熱紙ってやつじゃないんですかあ紙の領収書ですか <laughs> <laughs> 紙の領収書だったら劣化しないからまあ取っとくのもでももうさ10年以上前だったらさもうね税務署とかも来ない5年以内のレシートはさ取っといた方がいいってフリーランスの人は <laughs> 言うし私も取っといてますけど。 えもう10年以上前のレシートだったらえー、でもそのレシートに思い出が詰まってるってことですよね何食べたんだろう <laughs> ちょっとそれ気になるなる何食べたんだろう,うんあのなんかこうレシート領収書じゃなくて「レシート」って書いてあるからこの物件に関してはあのメニューが書いてある可能性が高いですよね。ななんんかかこうなんか ドリアとかこ <laughs>、ね、イゼリ <laughs> 小エビのサラダとか <laughs> サイゼリア行きたいよ <laughs> ね、なんかこう書いてあるハンバーグステーキとかね、イかカプレーゼとか <laughs> イゼ <laughs> ワイのデキャンタとか <laughs> いいじゃん, <laughs> いいじゃん <laughs> 私はサイゼリアに行きたい <laughs> いつだって <laughs> いやだからその詳細が書いてあるレシート私も結構好きですよなんかあのそういうのを眺めて「あここのこれ美味しかったよ」なんでこんなカップレーズンか「<laughs> <laughs> 赤坂のサイゼリヤ閉まっちゃったな」とか「今はもうないこうね赤坂見つけのバッグなくなっちゃったな」とか「でもまた復活したんだよね」とか「懐かしいこのレシート」みたいな感じで。あのレ,シレシートを もう結構なんかさ思い出になってくれますよね何食べたか。だこらこれからいっぱい集めていけばなんかそれがなんか分散されてなんかこうなんか今多分すごい「谷山寛子の世界」みたいな「谷山寛子の歌」に出てくるこの思い出のレシートみたいな「あなたとのレシート」「忘れられない熱々のドリア」「デキャンタのワイン」 2時までこう語り明かしたね。どんだけ食べても2000円で収まって最高やみたいな。思い出の最適やってる。これね。あのでもポイする場合はもうポイして終了です。でもカットクの場合は今日からいろんなレシートを集めまくってそのレシートの思い出を分散させましょう。そうするとさあの。 なんか外食楽しくなるよね。<laughs> はい。じゃ、そんな感じでいい。え、でも、岡山県ってサイゼリアあるよね。ちょっと分からなくなっちゃった。ね、ちょっとそれだけ確認するね。るね岡山県にサイゼリアがあるかだけ。あるかどうか <laughs> 岡山県。サイゼリアの確認だけするね。あったわ。<laughs> 結構な店舗が。なんと。なんと。 5店舗すごいよ。倉敷ありよ。倉敷とか倉敷はいい町ですよね。はい、ということで。あの？いろんないろんなチェーン店に行きましょう。これから思い出は作っていくもんやはいということで、ここでお時間です。以上、必殺はマネー人でした。今日のお前が寝るまではここまでです、えー、今日の放送は一言でまとめると。 えっとね私がサイゼリアで好きなのはかけ放題のホットソースです。<laughs> あれおいしいの,の。あれかけると本当おいしいのよ。おすすめ。はい。えー、で来週1月6日はおまねる生配信です。お楽しみに。ということで。 えー、ここでお別れでございます2023年も大変お世話になりましたそして来年もね何卒皆様健やかに共にこう過ごしてまいりましょうよろしくお願いしますお前らいい夢見ろよそして良い私よバイバイそんなこんなで